赤い番号をお持ちの方、至急受付を通してください。この次行く、はい、かなり今日は風の状態が良くて、熱ですね、はい、あの前の番組よりも多いので1500度ぐらいで、1500度、はい、高さ6メーターぐらいの炎です。6メーターぐらいの高さの炎が出ますね。今の最高出力で最初のが、何ガスなんですか。プロパンガス。プロパン、いいんだね。いいんだね。前の組よりもね、人数乗ったので、はい、ガンガン高かないと上がんなかったです。これ全然何キロぐらい上がれるの？450キロぐらい。450キロ？外の気温が暑ければ強いほど上がんなくない。これなんで降りてくるの？やっぱ冷える。風であの冷たい空気が風の中に入るので。この仕組みは、うん、風船の中を温めるか冷ますかだけですので、うんうん、強制的に下ろすの？強制的に下ろすのはこの紐を引っ張る。引っ張るんだ。そうすると上に穴が開きます。どうして降りてる？今はあれですよ、自然に冷やして降りてるんだ。はい、どれくらい？何キロくらい？上げますよ。上げる、はい、上がります。上がります。ごめん、ごめんね、上がるんだって。ごめんね。また上がる。はい、どうぞ。どれくらい上昇できる？世界記録、この大きさの気球だと1万5000メーターが世界記録。1万5000、はい、通常日本だと1000メーターぐらいが限度ですね。はい、はい、じゃあゆっくり今度降りていきますね。ちょっと弱です。